大トールは、新末民発の政治家。字は、心差四上、史上。別名は、乱世。北京育才館を卒業し、山東省用務局、商務局、巡務所で任官した。その後日本に留学し、早稲田大学経済学部を卒業している。帰国後は、山東省の紳士資格を得て、根井明県、沢県などの県で知県となる。 中華民国が成立した1912年、孔密県知事に任命された。1915年9月、京長院に就任し、1920年8月まで在任した。任期中の1917年に、北京市で水害が発生、その対応に従事するなど、全般に、地籍は良好だったとされる。1924年、暗記召喚高、ただ主弁となり、 翌年には暗記上省庁長顧問となった。1931年9月、満州事変が起きると、国民政府から中日大使任命を打診されたが、王徹は辞退している。同年、国民政府が組織した国民大会に国民代表として選出されたが、耳の病を理由に大会には出席しなかった。日中戦争期間中は、武庫県に偶居しており、 日本側から民間を誘われたもののべて拒否している。1946年、病没、去年66、火災は何も残っていなかったとされる。ありがとうございます。